阪神岡田監督、山本、あいつも1年は。まさかの逆転負けで逆王手をかけられた阪神岡田忍監督は、最初に崩したいようなと序盤で折津山本を攻略できなかったことを悔やんだ。試合後の一問一答。山本は尻上がりに良くなった印象か、最初はようなかったみたいやからな、ようなかったやろ。まあ、あの後やな、ホームランの後やな。山本は2回目は違う、だから最初に崩したいよな。決定打は出なかったが攻撃は機能した。まあそんなん今更言うてもしゃあないよ。今頃言うても、明日また山本が投げるんやったらの対策を練らなあかんけど、またピッチャーが変わるんやから、別にもうお前1年ぐらい会えへんわ。岡田監督、かなり怒っているな。投げやりなインタビューやけど、今日は実力負けやね。村上が自主規定されたのは今年ほとんどなかったから、折の打線が相当な圧力を捨ててたってこと。山本投手のプライドと意地が出たな。さすがスーパーエース。山本由伸から電話取れんかったら打線の調子が悪くないと思ったけどな。大山がやっぱり物足りない。明日こそなんとかしてほしい。村上が悪すぎた。ブルペンでよかった。まあ村上はたまたかかったけど、それ以上に球審ひどかったな。村上の完成度もそうやけど、阪神は先制してからのイニングで畳みかけられへんかったのが響いた。エースは親父に託すしかないやろ。これも天命と思って頑張ってほしい。今回日本シリーズはストライクゾーンが狭いから、青柳では序盤ヤマソン。勝ったらご機嫌、負ければ不機嫌。ほんま、良いも悪いも大阪のおっちゃん全てが詰まってる岡田監督。前回言った山本に抑えられたんだから、前回抑えられた宮城を今度はつやろう。さすが山本という試合だった。1年どころか当分メジャーやろうし、ほんまに当分はワンやろうから、もう忘れて明日絶対勝って決めてほしい。